愛の妙薬、愛の妙薬、愛の妙薬は、ガエターノ・ドニゼッティが、作曲、1832年に初演された全二幕から、なる喜劇的オペラである。テノールとソプラノの主役カップルに、バリトン二人で大部分を占め、他に脇役ソプラノ一人、合唱というシンプルな人物構成で、四人までは十分に見せ場、聞かせ、場が与えられているため、 スター歌手の顔見せ公演にも適している。ミラノのカノビアーナ劇場では5月の舞台にオペラの新作を登場させるべく、ある作曲家に新作を依頼していたが、作業を突然放棄してしまった。期日まで1ヶ月の短期間であったため、支配人、アレサンドロ・ラナーリは、即筆で知られていたドニゼッティに泣きつかんばかりに、新作オペラを依頼した。ドニゼッティの条件は、 すでにオペラ、アンナ・ゴレーナで作業を共にしていた人気台本作家、ロマーニ、当然、彼も、また即筆であったを使って一週間程度で台本を得ることであった。しかし、ロマーニといえども、この短期間に白紙から台本を起こすことは不可能だったものと見え、彼は前年パリでスクリーブがオベールのために書いたオペラ、ビアクルフィルターの台本、リブットを本案し、 田舎の村で起きた多愛もない恋愛喜劇二幕物を書き上げた。ドニゼッティはその台本にわずか2週間で作曲したと言う。前年の1831年、同じミラノで、ベッリーニが、やはり田舎村での恋愛騒動を描いたオペラ、L.A. ソナンブラを成功させていたことも、ドニゼッティとロマーニの念頭にあったとも考えらる。劇場の願い通り、 オペラは5月の舞台に間に合ったばかりか、初演から30回以上の再演を数える大ヒットとなって、ドニゼッティは一段と声明を馳せることとなった。フルートに、2番はオッタウーの持ち替え、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、大イコ、ハープ、弦語部。舞台上に、コルネットと小太鼓、バンダ。 全二幕、時と場所、スペイン、バスク地方の小さな村、18世紀の終わり。前奏曲の鼓幕が上がると、村人の集う広場。ネモリーノは美しいアディーナへの思いを独白する。なんと彼女は美しいクワントベッラが、彼女はロドンで、弱気なネモリーノにはすげない。アディーナは、トリスタンとイゾルデの本を、他の村娘たちに読んで聞かせて、飲めば、 立ちどころに恋が成就する愛の妙薬、そんなのあり得ないわね。と大笑いしている。村外れに宿営している、ベルコーレ軍曹が皇軍を率いて登場。その宣伝された物腰と凛々しい軍服姿に、アディーナは、一目惚れ、ネモリーノは焦る。そこへ、シンダバン章に通行した人類の救済者と名乗る薬売りドゥルカマーラ博士なる人物が登場。 匠な宣伝工場で村人に薬を売りつける。人々が去った後、残ったネモリーノは、ドゥルカマーラに、イゾルでの使ったという妙薬を求め、ドゥルカマーラは、飛んだバカが来たとばかりに、ボルドー産ワインを、飛躍として、高値で売りつてしまう。効き目が出るまでついたちたれよ。ただし当局がうるさいので、薬のことは秘密ですぞと言い含めて。早速死因したネモリーノは、 飛躍の勢い出来が大きくなり、陽気に歌い出す。飛躍の力でアディーナもすでに手に入れたも、同然と、彼女の前でもそっけない態度をとる。手玉に取っていたつもりの男が態度を急変させた、ことに困惑し、激怒したアディーナは、やってきた、ベルコーレ軍曹の求婚に応じてしまう。ようやくの薬行で、明日になれば彼女は、自分のもの、と信じて、応用に構えていた。 ネモリーノだったが、ベルコーレの隊に進軍命令が出て、火を待たず、急遽今晩、アディーナと婚礼をあげる、と知って愕然とする。幕が変わって、アディーナとベルコーレ軍曹の婚礼の場。人々は、陽気に飲み、歌うが、いざ結婚の制約となるとアディーナはなぜか、躊躇してしまう。事態挽回を図るネモリーノは、ドゥルカマーラに、さらに妙薬を所望するが、金がない。 仕方なく彼は、恋がたきベルコーレ軍曹の部隊に一兵卒として入隊することとし、給料二十スクードを前借りして、飛躍を一本購入、飲み干して眠り込んでしまう。ベルコーレ軍曹は、恋がたきが部下とは、面白い、とせせら笑う。一方で、アディーナを除く村娘たちは、ネモリーノの噂で持ちきりになっている。彼のおじが死んで、残った巨額の遺産は、 ネモリーノがすべて相続するというのだ。娘たちはネモリーノと結ばれて玉の腰を夢見る。酔いから覚めた彼は村一番の人気者になっていてびっくりし、これも妙薬の効き目と大喜びする。一方のアディーナは娘たちに囲まれるネモリーノを見て心中穏やかでない。しかし、ドゥルカマーラからネモリーノが飛躍を手に入れるために命の保証も顧みず、 軍隊に入ったことを聞かされ、思わず、涙を流す。それを見たネモリーノは、自分が好かれていることを知る、人知れぬ涙ウナファティバラグリーマ。そしてアディーナは結婚の制約に二の足を踏んだ理由は、自分も本当は、純朴なネモリーノを恋しているからだ、と悟り、入隊契約書を買い戻して、彼に愛を告白する。こうして結ばれた二人を、村人は祝福し、 ドゥルカマーラ大先生の愛の妙薬の効能を一同で算してまく。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。